宮廷女官チャングムの誓い、やはり皆さん絶対見てられると思うんですが、これは実はですね、李氏朝鮮という、どういう話だったか覚えてらっしゃいます？チャングムが小さい時から宮廷の料理人として採用されて、そこで一生懸命料理を勉強する。でその後ですね、事件に巻き込まれて、政権、政争といいますか、人痘は無実だったのに捕まって最終島に流されて、最終島っていうのは皆さんご存知のこの朝鮮半島よりもっと南の、でさ、文化が大変違うところなんですね。またいずれ詳しくお話ししますが、実はモンゴルが直接支配したところで、馬を入れてモンゴル人がずっと暮らしてたところで、文化が全然違う。でチャングムはそこに流されて、そこで初めて薬草の勉強をして、それで医者になることにして、それで帰ってきて実は王の主治医になるという、そういう、長い、チャングム54話ありました。で54話っていうのは日本の大河ドラマの数よりちょっと多いくらいですから、その非常に長いドラマで大変よく書けていて、人間関係も楽しかったんですけれども、実はですね、残念なことにと言いますか、まあ、韓国ドラマの特徴ですけれども、あれは全く本当のことではないんです。チャングム、長今長い今と書く人は確かに実在の人で、王様の主治医だった。これはですね、1544年の記事に朝鮮実録、李氏朝鮮の公式の記事の中に、朝鮮王の中曹が世の体のことは女医が知っている、一行だけ漢文で書いてあるんですね。でその後ですね、そのチャングムがその時、その中曹がどれくらい病気でどういう病気だったかを言ったっていうのが次の行にあって、その後彼女が大変優秀なお医者さんだったので、女なのに禄高が高くって、給料、つまり給料をたくさんもらった、報酬を非常にたくさんもらって、いくらいくらもらったと、産業だけあって54は作った。もう素晴らしい才能と私は思いますが、そういうわけで日本人はですね、ああ朝鮮の宮廷は穴だったんだなって思って、そのとても歴史ものだと思って見たかもしれないんですけれども、実際には史実でないことがたくさん出てきているんです。そもそもですね、一度宮中に入った女性は宮中から出られない。女の人はですね、宮廷女官になるということは、皇帝とは言わないですね、実は朝鮮には皇帝はいないんです。王様がいるんです。なぜかっていうと、その時の中国の王朝から位をもらっているために、皇帝という名前を言ってはいけない。だから王っていうんですね。でその王と理事的な夫婦になる。女官は全部王の奥さんなんですよ。なので離婚できないので、宮中から出ることは許されなかったんですね。だからいくら罪人になっても、その最終島に行ってまた戻るとか、あるいはちょっとお買い物で外に出たとか、それから抜け出してなんか鳥を探してきて入ってきたとか、私もよく覚えてて楽しかったんですけども、あれはもう全部要するにこうだったらよかったのにな。で料理競争よく出てきましたね。王様に召し上がっていただくのに、反対派とこちら側でいろんな料理を作って差し出した。あれは本当に作ったことで、書いた人が、脚本家が何て言ったかっていうと、せっかく料理人なんだから、日本の料理漫画が面白かったんで、それに着想を得て料理競争をさせたらドラマが盛り上がると思って作ったって言うんですね。いやすごいですよね。それからその実は、料理人だったってことももちろんだから全く作ったことで、その初め王様の主治医が女性がいたっていう、その一行でお医者さん、女のお医者さんっていうのは実は朝鮮では非常に位が低かったんです。
金銭っていう、あの後でまたファンジニの話しますけれども、その人と同じ程度に低くて、宴会に座らされて男の相手をさせられる、ね、お医者さんってとっても大事な職業なのに、それにもかかわらず、やはりその朝鮮の身分差別は大変大きかったので、位の低いその扱いを受けてた以上、それなのに王様にそんなに信頼を受けた、それは素晴らしい女性だったに違いないなと、だからそういう女の人もいたんだよっていうふうに書きたかったんですと書いて、その書いた何ですか脚本家と作った方は言ってらるんで、いや、あの同じその古い時代のことを書くのも、日本が歴史ものを作る時と朝鮮の人、韓国の人が歴史ものを作る時とではやっぱりそのもう考え方が全然違うんです。でこれはあの今回のチャンクムの時の話ではあまりあの目立たないんですけれども、それでもとても綺麗な色のお洋服をみんなただ救助だからみんなお揃いのものを着てましたけれども、非常に派手な色の服を着て、でこれがやはりあの朝鮮はその時代はあんなに色がなくって、あの貧しかったので染料を自給してなくって、だからそういう赤や黄色やなんかのお洋服を着てない、みんな白っぽい、本当にあの大事、身分の高い人だけは色物を着たんですけれども、それでもですね、そんなに鮮やかな色を着ることもないし、もちろん昔化学染料ありませんもんね。だから実はあのチマチョゴリが派手になったのは、日本が開国させて日本が行くようになって日本から染料を買った。だから朝鮮はあの磁器もあのお皿や何かもだいたい白磁が有名でしょ、白いあの陶器が有名で、それで日本の長崎やなんかのような赤絵とか、ああいうあの派手な柄のお皿がないのは、やはりその染料の輸入がすごく少なかったからですと。というわけで、あのチャングミ、あの別にケチをつけるわけではありませんが、その歴史を知りながらどこでそのこういうふうにフィクションを作るかっていうことを考え考え、あの韓国の歴史ドラマ、テレビドラマを見るともっと興味が増すと、でつまり外国理解が深まりますよということで、あのその話をしました。